このダボが俺ちのコートをこっそり近づいてギルを張ったってそうはさせねえぞてめえやる気かやるってのかよなめんなよこら相手になるぜかかってきやがれこのドチンポ野郎が何だとこいかかってきやがれバカなまさかさてないだ誰か渡さねえ渡さねえ こんなところで俺はディアボロだぞこのやつにうしゃがなぜ俺はベッドに寝ている。確か俺は川に落ちて排水溝の入り口で今日の日付は25日午前11時20分ファイルナンバー68担当は私ドクターモニカ・ユルテッロ、うん、成人男性推定年齢30歳から40歳身分は不明皮膚の状態から判断して死後およそ48時間から54時間以内これより司法に基づく検視を行う。おい女何を言ってるんだ貴様。死体発見現場は河口付近であるがここはどこだ。なんで俺がここにいるんだ。おい女動かないぞ指が俺の体が一体これは。おい女聞いているのか。貴様は誰だ。何をしている。なんで俺の体は動かないのだ。しかもこの痛みは。死因は肝臓まで達する鋭利な刃物による創傷と断定。ためらい傷がないことから自殺の可能性は消える。念のため次に胃を切開して中を調べる。健康な肝臓だわ。とてもいい色。ここはどこだ。俺は確かローマのティベレ川にいて、そしてあの感覚は死体置き場で味わったあの想像を絶する苦痛は夢にしては。もしそこのあなた大丈夫ですか。そんなところにうずくまってどこか具合でも。おいこら、何なんだこれは。さっきから変だ。こんなつまらないことで。まさかこれはあのゴールドエクスペリエンスレクイエムだ。俺は何回死ぬんだ。次はど
どこから いつ襲ってくるんだ。来るな俺のそばに近寄るな。